Legion Harsinta. お受け取りください。 太刀についてのご用があれば、お役に立ちましょう。磨き上げましたよ。また来よう。その太刀が錆を散りまた。もし。 太刀のお手入れをいたしませんか。 武具はございません。 弓の手入れをいたしましょう。 驚いたって、その野党に。 お侍様が手を結ぶような相手じゃないじゃない。 気持ちを入れ替えられる。鳥を見てると、ここで起こってることを忘れられる。
ひとときだろ、うん、俺も行ってみようかな。だったら鳥を見つけて追えるとこまで。どんな鎧でも結構です。何を直しましょうか。きっとあなた様をお守りしてくれる。神は至るところにおわします。そして我らを見て声を聞いているのです。太刀を鍛えて差し上げましょうか。弓の修繕をいたしましょうか。この子は壊せるものは全て壊してるみたいね。何者かって噂聞いた。金国と高麗を下した奴ら。こうなったら猛虎から見せる。酒井様、乗りよう。皆方針を案じていますが、たまには気を休めないと。ああ、楽しんでおるようだな。昔の私のようです。菰田の戦の後、俺も変わってしまった。地獄でしたか。菰田か。ああ、皆討ち死に。浜は血を吸って真っ赤に染まり、まるで泥の沼。この世の景色ではない。我らは南へ向かい、日が暮れてひどい嵐で立ち往生に。ある村で休んでいましたが、悲鳴で起きると母屋が燃えていた。猛虎の仕業でした。縛られて枯れたへ運ばれ、
その後は討ち死にの方がマシだ。方針の所在が分かりました。すぐに立つか。はい。行き先は海岸の野営地。北へ向かう猛虎の船はそこで捕虜を乗せるのです。沖に出られたらしまいだな。酒井様、この戦を終えたらどうなさいます？わからねえ。だが故郷に戻ったとて同じ暮らしはできまい。私もきっと同じでしょうね。これまでの人生、道は明らかでした。悟りの境地を目指し、仏に仕える。それでよかったのです。なら続ければいいだろう。入門したのは兄がいたからです。これからもずっと兄と共に修行していくものだと思っていました。こんなことになるとは。全てを奪われたわけではない。いつか猛虎は消えるが、お主の人生は続く。もう私の人生ではありません。死んでいった兄や仲間の供養をせねば。酒井様も菰田で死んだ者の命を背負っているのでは。武士は己のみに生きるにあらず。それは大変な生き方なのでしょうね。幼き頃より家名を背負ってきた身だ。通ったことはないな。それは今もですか？わからん。もう襲来前の人生が遠い昔のように思えます。一言のように。20年も経てば今日のこともそう思える。酒井様、方針は暴力を間もなく野営です。万兵です。倒しましょう。まず野営を見渡したい。あの蔵はどうでしょう。よし、行くぞ。方針を見つけましょう。誰か捕らわれておるな。きっと方針です。俺ならば兵に見つからずたどり着ける。猛虎の呪し術。呪しを上げて注意を引きましょう。その隙に救い出す。方針を助けたらあそこで会おう。私が遅れても気にせずに必ず方針を村まで届けてください。生きて明石までお会いしましょう。呪しが上がったら方針を救う。御仏のご加護がありますように。Regium Harsinka, you wait. Hasha Yamcho, don't touch that.Lord, find no mid-
注意がそれるぞ。フォラリッツェイジョーヤー助けて。あなたはどなたです？仲間だ。逃げるぞ。できません。猛虎が杉寺に連れて行ってくれます。あそこの人々を急ぎ治療しなくては。無駄口は聞かぬ。いけません。私は残らねば。西海様、方針。ノリオ、なぜここにおる？近くの猛虎がのろしに気づいた。向かってきます。そうか。方針、下がれ。我らが守る。ノリオ、頼むぞ。他の層は一緒なのか？みんな死んだ。私だけだ。すまない。助けになればと思ったのだが、猛虎は私を探していた。皆を救うため従ったのだ。どうして所在を知られた？それは私にもわからぬ。だが杉寺に戻るよう脅された。治療のため。敵の傷を癒すつもりなのか？苦しみに敵味方があるのでしょうか？敵によるな。もしかして杉寺は落ちたのか？どうだろうか。ノリオ、遠兵が来る前に方針と村に戻れ。猛虎が来たら俺も一緒に手立てを練ろう。
様、さあこちらへ。五作の伝承を語りましょう。力を持って力を制してはならぬぞ、ノリオ。さらなる苦しみを止めるためだ。それは新たな復讐を呼ぶだけではないか。酒井様、ここだ。
月さん。おったぞ、社会人。行け、ワッパ。裏切り者のすげがさし、死であがなうがよい。侍なぞ本物の武人とは言えぬ。我らが武勲を抜け抜けと盗む野党も同然。覚悟しろ。かかってこい。たちの軟弱者め、所詮この程度か。息を切らしておるぞ。
さらば、浪人。景色あり、たつき一つを忘れざる。枯れ果つる実は行く先もなし。Tendvan, Arjun. Ямар ч болмор атал. Ой лоп лоп.
今逃げても殺されるだけです。やる。ああ、助かった。ありがとうございます。安全なところへ。抜かるでないぞ。これ以上
に食わなかった。先生に殺されるよ。え、ねげ、もっと。待たせてしまったな。やっと自由だ。もう安全だ。じきに寒くなりそうだな。逃がしてやる。この命すっかり諦めておりました。道中気をつけよ。一人じゃ心細いな。待たせてしまったな。御作様のような強さだ。お礼の印にこの鍵をお持ちください。島を守るため使わせてもらおう。志村様が指揮を取ってくださらなければ。いい子だ、ノブ。
てられなかった。飢えて死ぬのか。
주! 茜の野にて神聖し板もまれしぞ落ちることなき映像を曰く、そなたは無類の剣客だと、この身で確かめさせる。これ信じた方が身のためだぞ。俺は太刀と共に育った身だ。そなたの命の心配をするんだな。
龍蔵の話偽りではないか。それはどうかな。龍蔵の話偽りではないか。それはどうかな。偽りではないか。それはどうかな。お主、なかなかの使い手であった。いい弓をお持ちでいらっしゃいますね。申し分のない出来でございます。またいつでも。酒井様、さあこちらへ。
五作の伝承を語りましょう。五作？聞かせてくれ。喜んで。二桃と瀬と磯島前、墓島の族徒党を組みて対馬に害をなせり、その自分対馬の御作なる百姓もののふの亡霊の呼びたるを聞いていずれば、カバネの見事なる甲冑を作るを見入れ、麗しきに惹かれて鎧をかすめぬ。いやいやあって賊は御作の村に至れり、戦わずばある限りを奪い取られんと悟りて、御作は鎧を身につく。賊の打ちかかりて来たるに、御作恐れて手が震え、足なんと思う時、賊の剣を鎧が弾き、御作はたじろぐこともなし。惑いたる賊は後ずさり、夜めきなどすれば御作は不可思議にも意図静かなる心地して、御作の勇を哀れみし、もののふの亡霊の月仕事、刃を振れば手早なり、あらゆる賊を切り捨てる。その後は賊を見る者なし。後の年、御作死して村の家々鎧をば秘蔵して錠をかけ、それぞれが鍵一つを持ちて守る。今再び対馬に害をなす者あり、百姓の曰く御作の霊丘の神にて立ってあり、新たなる勇者のまた田畑を守らんとするを弔うと。鎧は隠されたままか。ですが猛虎が動いております。里を襲っては鍵を求めているとか。どの集落に鍵があるのだ。葵、飯島、久田、小清水、小浜、八幡です。鍵さえあれば赤島の丘の上で鎧を得られると言います。猛虎に渡すわけにはいかぬな。その通りでございます。